オルガ・キュリレンコは、ウクライナ出身のファッションモデル、女優。ロシア語名に沿って、オリガ・クリレンコ。ウクライナ語名に沿って、オリハ・クルイレンコと表記されることもある。日本語では、不詳は省略して紹介されることが多い。身長177センチメートル。ソ連時代に、ウクライナのベルジャーンシクにて、ウクライナ人の父、コスチャンティーン・クルイレンコとロシア人の母マリーナ。 アリャブイーシェバのもとに生まれた。3歳の時に両親は離婚、母親のもとで育つ。16歳の時にフランスに渡り、モデルとしてキャリアを始める。数年で数々のコレクションやファッション雑誌の表紙を飾り、トップモデルとしての地位を築く。2005年に薬指の標本で映画初出演。二千八年公開の0 0七シリーズ第十二作目。 零零七、慰めの報酬では、ボンドガールのカミー油役に抜擢された。その後、スパイレジェンドで五代目、ジェームズ・ボンドのピアース・ブロスナンと共演したほか、零零七、シリーズのパロディ映画、ジョニー・イングリッシュ・アナログの逆襲にも出演した。2012年1999年に、フランス人フォートグラファーのセドリック・バンモルと結婚するが、2003年に離婚。2006年に、 アメリカ人実業家と結婚したが、2007年に離婚。2015年10月3日に男子を出産。2001年にフランスの市民権を取得。ウクライナ語、ロシア語、英語、フランス語、スペイン語、イタリア語の6カ国語を操る。2020年3月15日。 自身のインスタグラム上で2019新型コロナウイルスに感染したことを発表した。公表から約2週間後、感染からの完全回復を宣言した。ありがとうございます。